はい、皆さんこんにちは。ミーの占いと心理学の世界へようこそ。はい、今回はですね、超人気声優桜井貴博さんにまたも不倫報道、今後を占っていきたいと思います。はい、これがですね、前回もですね、占わせてもらったんだけれども、その時にですね、お仕事、今後のお仕事を占うところで、どうもですね、新しい秘密がどんどん出てくるんじゃないかと、まあ、つまり他にもね、こういう女性がいるんじゃないかっていうお話をですね、したんですけれども、それがですね、まあ的中してしまいまして、全然嬉しくないんだけどね、こんな的中の仕方は。で、まあ今回ですね、前の10年、まあ連れ添った A 子さんとは違う B 子さんの話がね、出てきましたんで、それをですね、占っていこうかなというふうに思うんですが、で、ちなみにですね、その前回動画はですね、リンクはですね、動画の概要欄に貼っておきますんで、気になる方はですね、そちら見てもらったらいいのかなというふうに思うんだけれども、まあね、これね、文春オンラインに出てた記事なんだけれども、私もですね、その記事全部読ませてもらったんですがね、まあ、長いよ。長いし、生々しい。すっごい生々しい。まず、二人の出会いから書いてあるんですよね。で、その出会いが、結構ですね、いつホテルに行ったとか、なんかそういうところから書かれてあって、で、まあ、彼がどういうことをしてくれた、ああいうことをしてくれた、こういうことをしてくれた、みたいな、そういう彼のまめな愛情表現みたいなものがもうめっちゃ書かれていて、しかもですね、まあ彼がですね、この B 子さんに黙って別の女性と結婚したわけなんですが、その後ですね、この B 子さんに向かって、こうね、まあ言ってみれば、ちょっといやらしいですね、写真を送ってよって要求した、そういうメールのスクリーンショットまでね、載っていたりであるとか、あとはですね、こう、なんだったっけ思い出せない。なんだったっけ何あ、そう。この B 子さん以外にも、どうも他の女性と付き合っていたんではないかとか、そういうね、話まで、なんかもうとにかく盛りだくさんで、もう本当に桜井さんの、もうなんていうのかな、息の根を止めにかかるような、なんかそういうものがいっぱい書いてあったんですね。しかもですね、まあ B 子さん、一応ね、このね、文春に、話をするまでに桜井さんの方と、こうね、謝罪してほしいっていうですね、お話をしたらしいんだけれども、まあそれがですね、弁護士との話し合いに切り替わって、で、こうね、慰謝料の話とかする生々しいですね、こういう会話とかももう全部載ってあって、うわ、これすごいなーっていうふうに思ったんですけれども、ですので、まあ今回はですね、はい、もうそれ含めてね、今後どうなっていくのか見ていきたいというふうに思います。で、まあね、ちょっとね、要素が多すぎるんで、ちょっとね、今回はですね、この4つの項目で見ていこうかなというふうに思うんですが、まずですね、もうちょっとね、彼らのね、人物像、登場人物の人物像を深掘りしていきたいと思います。まずですね、桜井貴博さんと B 子さん、これがですね、いわゆる、まあ、計らずも不倫相手になっていた方でございますね、と、奥さんの、関係性でございますね。関係性じゃないや。お人柄をですね、まずですね、タロットちゃんの方に聞いていきたいと思います。で、その上で、3人のお互いの気持ち、それを見ていきたいと思います。で、その上で、これね、B 子さんだけじゃないんじゃないかと思うんですよね。前回動画見てもらったらわかるんだけれども。ですので、新たな不倫相手が出てくる可能性あるのか、それをですね、見ていきたいと思います。で、最後ですね、鬼滅の声優降板の可能性はあるのかってところを見ていきたいと思います。まあ、前回ね、占った時はですね、まあ、可能性は鬼滅に関しては低そうっていう話が出たんだけれども、まあちょっとね、怪しい部分出てきましたんで、そこら辺ね、見ていきたいと思います。ではですね、占いに入る前にお知らせだけね、していきたいと思います。私、ミーはですね、オリジナル占い再生戦術で日々ですね、占いをさせてもらっております。インスタ動画の概要欄で簡単なタイプ診断ができますので、気になる方はチェックしてあげてください。占い個人鑑定、お悩みカウンセリングも行っております。ポリシーといたしましてはですね、あなたに寄り添う
あなたが前向きになれるような個人鑑定をしたいと思っております。今ですね、ちなみにキャンペーンもやっておりますので、詳しくはですね、動画の概要欄のリンクからですね、詳細ご覧ください。またですね、ニコニコ動画のチャンネルもやっております。そちらもですね、よろしければフォローの方お願いいたします。さて、ではなっていこうかなというふうに思うんですが、まずですね、桜井孝博さんと B 子さん、奥さんはどんな人かタロットさんに聞いていきたいというふうに思います。ではまずですね、桜井孝博さんから見ていきたいというふうに思います。ね、あ、今日は綺麗にタロットちゃんが広がった。なんか嬉しい。最近ね、タロットちゃんがうまく広がらなくて、ちょっとね、ちょっとへこんでたんですけれども、今日は綺麗に広がってくれました。調子がいいですね。はい、ではですね、聞いていきたいと思います。でもね、ほんとね、文春オンラインの記事読んでもいいけど、結構へこむよ。多分ファンの方なら特に、なんかほんと生々しいので、かなりですね、私もなんかちょっとうってなった。うん、長いしね、うってなったから、ぜひですね、読むなら、うん、ちょっと気持ちね、体調悪い時あんま読まない方がいいと思う。体調いい時に読んでもらった方がいいのかなというふうに思いますね。はい、じゃあそんな感じかな。では桜井孝博さんがどんな人か見ていきたいと思います。よいしょ。はい、ではリーディングしていきたいと思うんだけれども、そうね、ペンタクルの6が出てるね。だから、基本的にはね、好きって言ってくれる子には好きって返したい、そういうタイプなのかなというふうに思いますね。ですのでやっぱりね、お仕事もすごく乗ってらっしゃったし、非常にですね、パワーのある方だったから、そういう女性は多かったと思うんだけれども、そういった子に対してちゃんと誠心誠意返していけたい、そういうですね、気持ちがあるから、基本悪い人ではないはずなんですよ。基本はね、多分昔の時代だったらすごくいい人、それこそね、側室がいっぱいいるとか、そういう時代であればね、とても豆ないい人だったんでしょうけれども、まあ今の時代だからそれは良くないって話だよね。で、だからこそね、さっきも言ったけれども、今の時代だからこそ、やっぱりご結婚されたのであれば、ちゃんとですね、考えなければいけないんだけれども、それができない。なんていうのかな、決断ができない感じがあるんですよね。死神のカードの逆が出ちゃってるんだけれども、まあこれがですね、だらだら続けちゃうとか、決断ができないとか、そういったね、行き詰まっちゃうとか、そういう感じがあるので、だからね、自分から切ることができない、そういうね、お人柄を持ってらっしゃるのかな、というふうに思います。おまけにですね、この、こと恋愛に関しては、信念が曲がりやすい。だから、やっぱり、彼ね、持ってらっしゃる星、前回動画で話したけれども、家族を大事にしたいっていう、そういうね、気持ちはあるから、本当はその信念を曲げずにやっていかないといけないんだけれども、簡単に曲がっちゃうんですよね。信念に負けて、だらだら続けてしまう、そういう感じがあるから、やっぱりちょっと恋愛面とかそういった意味では、区切りをつけられない、そういうお人柄なのかなというふうに思いますね。何度も言うけど、これがね、昔の時代だったら、いろんなね、性質にも側室にもいい顔ができるいい人って感じだったんだろうけれども、現代は一夫一妻制ですからね。ですので、それがまずかったっていう感じですね、倫理的にて。やっぱり刺激を求める、そういうところもあるから、そうだね。もしかしたら他にもずるずる続いてる彼女さんとかいた可能性もあるのかなっていうふうに思いますね。はっきりできない。はっきりしない。そういうパーソナリティっていうのをタロットちゃんが見るにはね、持ってるのかなっていうふうに思います。はい。ではですね、次はですね、B 子さんがどういう人か、それを見ていきたいと思います。まあ結構ね、すっごい生々しいね、告発をしてたから、果たしてこの B 子さんという人がどういう人なのか、それをですね、見ていきたいと思います。どうしよう。悪魔とか出てきたら、それはそれで怖いですよね。悪魔とか出てきたら怖いんだけど、ちょっと見ていきたいと思いますね。
回ではリーディングしていきたいんだけれども、なんだろう、ちょっとね、ちょっといたたまれない気持ちになる、そういうね、カードが出てるのかなっていうふうに思いますね。悪意があるとか、そういった方ではないとは思うんだけれども、あのね、すごく自分に自信がない、そういう感じがね、まざまざと出てきてる感じがあります。まず、すごくね、器用な方なんですよ。ですから、うまくですね、何でもやりくりできるんだけれども、女帝のカードの逆が出てますね。ですので、自分は愛されるべきだとか、自分は一人の女性として大事にされるべきだとか、なんかそういう感じっていうのがちょっと薄いのかなというふうに思うんですよね。そういう自分が持ってもいい自信っていうものがちょっと少なかったりであるとか、あとはやっぱりダラダラ流されてしまう、惰性で流されてしまう、誠実な関係でない方向に行ってしまう、そういうね、なんていうのかな、気質というのをお持ちな感じがあるので、ちょっとそこら辺ね、苦労してらっしゃるのかなっていうふうに思いますね。で、同時にカップの2が出てます。で、これが逆位置で出てるから、そうだね。うまく反りが合わない、なんていうのかな、こう真の絆みたいなものを作りにくい方なのかもしれない。で、同時にスターのカードが出てる。これが逆で出てるから、気持ちが閉鎖的になってしまったりであるとか、もう私なんてこんなものでいいやとか、なんかそういう風にある種諦めに似たような、そういった気持ちを抱いてしまう可能性が高いのかなという風に思います。ですので、ちょっとね、この方の星回りとか、あとはお好きな色とか、本当はね、セッションしたい。本当はセッションしたいんだけれども、多分ちょっと生育歴とかそういったもので何かね、自分が本来持つべき自信とかそういったものを、なんていうのかな、持てないような感じになってしまった。そういうところがね、あくまで占いですよ。占いではあるんだけれども、タロットちゃんからの回答では見て取れますね。ちょっとセッションしたいな。もしかしたら結構な傷を抱えてらっしゃる可能性もあると思うから、非常に器用だからそういう風には見えないと思うんだけれども、でもなんていうのかな、ちょっと自分自身を尊重してもらうっていうことが苦手なところが終わりになるのかなっていうふうに思いますね。はい、ではですね、 B 子さんのお人柄はそんな感じでございます。では次はですね、奥さんですね。奥さんがどういう方か、あら、見ていきたいと思います。なんか B 子さんすごい、なんだろう、なんていうのかな、気の毒っていう言葉は失礼だと思うんだけれども、なんかつけ込まれた感じがあるね。なんかちょっとやっぱり、なんていうのかな、いつも思うんだけど、やっぱり幸せな恋愛とか幸せな結婚するのってやっぱり難しいところってあるんですよね。なんだけれども、やっぱり私一番必要だと思うのは、いろんな方鑑定して思うんだけれども、自分はこう対等に愛されるべきだとか、自分は大事にされるべきだっていう、そういう自信、そういったものがね、やっぱりね、必要だなっていうのは常々思うんですよね。ですので、ちょっとそこら辺がね、なかなかうまく持てずにいらっしゃる方だったのかなっていうふうにはちょっと思いましたね。タロットからの回答を見るに。結構ちょっとぐさっとくる。ぐさっとくる感じでございましたね。気持ちが。はい、じゃあ次はですね、奥さんがどんな方か見ていきたいと思います。前占った時はね、奥さん多分別れるつもりはないんじゃないかっていう結果が出たんだけれども、さあどうなっていくのかな、よいしょ、見ていきたいと思いますね。はい、では見ていきたいと思うんですけれども、次ですね、奥さんがどういうお人柄か見ていこうというふうに思うんですが、うわー、これはすごいなー、すごい。あのね、ほんとね、ザ・奥さん、どっしりした、ほんとにね、自信を持った女性かなというふうに思いますね。
はい、女帝のカードが出てます。ですので自分は愛されるべきだっていう自信にあふれてて、すごく自尊心が強い方かなっていうふうに思います。おまけにペンタクルのナイトも出てる。これがですね、あの地に足がついてる、そういった意味があるので、ちゃんとどっしり構えて家庭を築いてる感じもあるし、同時にですね、真ん中のカード、これがですねワンドのクイーンになるんですが、ワンドのクイーンってことはね、自分がどうこうしてあげたい、そういう風なですね、お世話をしてあげたい、そういうね、前に前に出るパワーも持ってらっしゃるんですよね。非常にお世話をしたいっていう気持ちが出ている力強い女性だなという風に思いますんで、これはね、これは勝てないわという風に思いますね。で、同時に、ソードのページも出てます。で、これが出るってことはね、あの本音と建前を使い分ける賢さも持ってる感じがある。だからこれはね、前の A 子さん含め、桜井さん B 子さんに勝ち目はないですね。すっごいちゃんとした奥さん、ですので、この奥さんに勝とうと思ったら、まあなかなか難しいんではないのかなっていうふうに思いますね。はい、私はあんまり敵に回したくありません。はい、ではですね、次はですね、お互いへの気持ち見ていきたいというふうに思います。ではですね、こちらの猫ちゃんのカードをですね、桜井さんのお気持ちで、こちらをですね、どうしようかな、 B 子さんにしようか、 B 子さんの桜井さんへのお気持ち、それをですね、今の状態見ていきたいと思います。ではですね、カードの方展開していきたいと思います。よいしょ。ねえ、奥さんすごかったね。あんなに綺麗なカードが出るってのはなかなかねない。もうちょっとね、欠けてる部分があったりなんかするんだけれども、あれはどっしりしてるわ。愛情に溢れてる感じがあるから、まあ、勝ち目はないですね。はい、そんな感じがございます。よいしょ。はい、ではリーディングしていきたいと思うんですけれども、今回もですね、気持ちを占うスプレッドでございますんで、逆位置取らずに見ていきたいというふうに思うんですが、そうですね、あのね、まず B 子さんの気持ちから見ていきたいんだけれども、ぶっちゃけやっぱり情みたいなものはある。やっぱ15年間付き合ってらっしゃったらしいので、15年ってすごいよね。ですので、やっぱり情みたいなものはあるんだけれども、でもやっぱりこのバカ野郎っていう風に思ってる感じがある。この愚か者って思ってる感じがあるし、同時にもう気持ちを切り替えなくちゃっていう風に思い切れてる、そういう感じがあるから、まあやっぱり情は捨てきれない部分はあるけれども、やっぱりもう霧にかかってる、そういう感じがあるから吹っ切れてるんじゃないのかなと思いますね。じゃなかったらあんなね、週刊誌にねネタなんか出さないからね。ですので、はい、そういう感じなんで、 B 子さんはそんなに心配する必要はないと思うんですが、そうだね、次桜井さんの気持ち見ていきたいと思うんだけれども、桜井さんがすごくね、不安に思ってますね。これからどうなってしまうんだろう、彼女はどういう風に動くんだろうってことをすごくですね、心配してる感じがあります。基本的には誠実に対応したいし、なんとかしなきゃいけない、そういう風に思ってるんだけれども、今はもう不安の方がいっぱい、月が出てるしね。ですので彼女がどう動くのか、これからどうしたらいいのか、多分この件ね、奥さんと B 子さんだと思うんだけど、この間でどういう風に動いたらいいのかっていう風に心配してる感じがあるのかなっていう風に思います。でも
桜井さんの方にも彼女に未練があるわけではないから、どっちかっていうと今後の対応をどうしたらいいのか、そっちの方を考えてるのかなっていうふうに思うので、まあこの二人の関係はもう終わってる、そういうふうに思ってもらったらいいのかなっていう感じがありますね。はい、そんな流れでございます。ではですね、次はですね、奥さんとの気持ちでございますよ。これでございますね。はい、あのしっかり者の奥さんとね、今桜井さんがどういう気持ちをお互いに持ってるのか、それをですね見ていきたいと思います。まあ、とはいえね、奥さんもこの事実知ってるらしいからね。うん、あの記事が出る前に、なんていうの、こう奥さんが B 子さんと桜井さんの間に入って弁護士立てますから、そっちと連絡取ってくださいっていう話をしてたらしいので、それで行くのであれば、まあまあもう一段落はついてるんだろうと思うんですけれどもね、奥さんが今どういう気持ちでいるのか、お互いにね、ちょっとそれを見ていきたいというふうに思います。よいしょ、これぐらいかな。はい、ではリーディングしていきたいと思うんだけれどもなるほどね、なんかちょっと面白い夫婦だなというふうに思うんですが、まずですね、桜井さんの奥さんへの気持ち読んでいきたいというふうに思うんだけれども、あのね、愛情はあるのよ、愛情はあるんだけれども、すっごいね今ビビり倒してます。はい、やらかした、これもう家庭内不和じゃん、どうしよう、やばいっていう風に思ってるので、結構家庭内はギスギスしてるのかなっていう風に思いますね。だからこそそれをなんとか和らげるために、ちょっとね、あのシュンとしてる、うん、ちゃんと己を律してやらなくちゃっていう風に思ってやってる感じがあるのかなっていう風に思いますね。はい、なので結構ね家庭内ギスギスしてるのかな、もう離婚に行くのかなっていう風に思いきや、あのね、奥さんがすごくていいカードがめちゃくちゃ出てるんですよ。でまたねエンプレスが出てきたんだけれども、やっぱりね彼女ね包み込むんですよね、アイデアですので、別れる敵はないんじゃないのかなっていうふうに思いますね。別れる選択肢があるとはあんまり思えない。だし、ペンタクルのキングもあります。これが地位とかそういったものを大事にするっていう意味があるので、やっぱり妻としての地位を簡単に手放すとは思えないんだよな。今の段階ではよ、今の段階では。だし、彼に対してやっぱり長年の情があるから、だから、すごくね彼はビビってるんだけれども、奥さんの方はもっとどっしりと構えてる、やっぱりどっしりと構えてるね。うん、でそんなね奥さんっていう地位を手放そうとはあんまり思ってない感じがあるから、それで行くのであれば、そうだね、別れるっていうことは奥さん側からはね言うってことはないのかなっていうふうに思いますね。これは前と同じ結果ですね。そんな感じが見て取れます。はい、ではですね最後ですね、よいしょ、最後じゃないか、新たな不倫相手が出る可能性、それ見ていきたいと思います。いやー、これ出たらまずいよ、まずいですよ。はい、では見ていきたいと思うんですが、まあね、 A 子さんいて B 子さんいるなら C 子さんくらいいるだろうってちょっと思っちゃったりするんだけれども、ちょっとそこら辺ね見ていきたいというふうに思います。いいカードが出たらまあなさそう、悪いカードが出たらありそうっていう感じで見ていきたいと思います。よいしょ、
はい、では見ていきたいと思うんですけれども、新たな不倫相手さんが出る可能性なんですが、五分五分です。ですので、あのね、なんでこんな微妙な結果を返してきたんだっていうふうに思うんだけれども、五分だな、これは何とも言えない。だから B 子さんの結果がどうなるのかによって、変わってくるっていう感じかな。ちょっとタロットちゃんもっとはっきり出してくれないとさ、読みにくいじゃないのよっていうふうに思うんだけれども、申し訳ございません。はい、五分というですね、半分くらいの確率というふうな感じで見てもらったらいいのかなというふうに思います。はい、ではですね、最後、鬼滅の刃の富岡義勇役さんでございますけれども、そちらの降板の可能性あるのか、そこをね、見ていきたいというふうに思います。ねえ、富岡義勇。富岡さんといえばですね、すごくですね、硬派な役どころでございますけれども、ねえ、ちょっと役とかけ離れすぎていて、いや、まあ、ねえ、声優さんと役って言ってしまえば関係ないんだけれども、でもね、一回ならまだしも、二回目の不倫報道となると、ちょっとさすがにね、どうなるかわかんないってところがあるので、2回目が出ちゃったらね。はい。ですので、ちょっとそこら辺ね、タロットちゃんの方に聞いていきたいと思います。悪いカードが出れば、降板の可能性あり、いいカードが出れば、降板の可能性なしというふうに見ていきたいと思います。よいしょ。はい、では見ていきたいというふうに思うんですけれども、またか、また五分ですねあー、なんだろう、タロットちゃんもちょっと悩んでんのかな。なんだけれども、出てるカードがですね、そうだね、どっちかっていうと降ろされる可能性が高いのかなというふうに思いますね。一応ね、多分その制作陣の方とかは桜井さんにやっぱり愛着もあるし、このままどんどんね、なんとか強引にでも富岡義勇役続けてほしいと思ってるところあると思うんだけれども、ただそれでは世界がうまく回らなかったりであるとか、大損害を被る、それこそなんかなんていうの、クレームが入るとか、そういう感じになってしまう可能性がちょっとあるので、まあ、基本五分だけど、どっちかっていうと降板の可能性の方がちょい高いかなっていう風なね、くらいにしておいてもらったらいいのかなっていう風に思います。いやー、ちょっとタロットちゃんもなんかその微妙な結果を返してくるのはね、ちょっとね、遠慮してほしいんですが、まあしょうがないですね。はい、そんな感じでございます。ぜひですね、参考にしてみてください。はい、ではですね、桜井貴博さん、奥さん、B子さん、大変だと思いますけれども、まあぜひね、頑張ってもらったらいいのかなというふうに思います。はい、今回のお話以上でございます。ぜひ参考にしてみてください。もしよろしければチャンネル登録、高評価の方もよろしくお願いいたします。あとですね、見たいよって占い等ございましたらコメント欄の方に書いてください。ではまたお会いしましょう。バイバーイ。